はい、こんにちは、つっちーです。というか、こんばんはです。こんばんは、つっちーです。今日は、前回ダメダメだった、飛行機テールのポン付けした車両ですね、キャンセラーを入れて、無事問題なく、まあ、正常に動作するようになったんで、ちょっと確認していきたいと思います。続いて、室内側ですね、エラーの方もちゃんと出ない状態になってます。で、一応ナビ画面で車両情報、車両ステータス、チェックコントロールしても、もちろん、まあ、今ボンネットが入ってるんでエンジンフードオープンとドアオープン入ってるんですけど、ライトの異常は全て入らないようになってます。バッチリですね。はい、一応診断機つないでも何のエラーも入ってません。ここですね、ディフェクトメモリーゼロになってますんで、まあ、見えない故障もちゃんとないようにキャンセルできてます。はい、というわけで今回キャンセラーを使って飛行機テールが問題なく、正常に動作、またコーディングと違って、車両のデータ、には、一切、変更ありませんので、例えばディーラー整備で、データを上書きされた、もしくはアップデートされたといった場合でも、その後動作がおかしくなるようなことは一切ありません。で、もちろん、点滅、玉切れ警告入らないので、保安基準的にも問題ないと思います。で、また今回このキャンセラーなんですけれども、一般的なリレーを使っての、キャンセルではないので、作動時、リレーの音がするようなことももちろんありません。なので本当に問題なく、飛行機の、車両と同じように、動作して問題なく使えるようになってます。非常におすすめです。飛行機テール、ぜひお問い合わせください。そのわけで、土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。